皆さんどうもこんにちは、鳥です。早速ですけれども、今日のお題はこちらです。聖霊降臨、ペンテコステ。使徒の働き1章3節から5節のところ、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエスは十字架上で死なれてから復活されて、40日の間弟子たちに現れて、神の国のことを語り、そしてご自分が生きていること、復活されたことを示されたんですね。そして弟子たちにこう言いました。エルサレムに留まりなさい。間もなく聖霊によってあなた方は洗い清められるからです。使徒の働き1章6節から8節のところ、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエスは言われました。間もなく聖霊があなた方の上に臨まれます。そうすればあなた方は力を受けて、イエス・キリストのことを述べ伝えるものになるんです。使徒の働き1章9節から11節のところ、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。イエスがこう言ってから空に上げられて見えなくなりました。弟子たちはこれを見ていたんですけれども、ふと気づくと2人の天使がそばにいたんです。そしてこう言いました。イエス・キリストは再び地上にやってきます。使徒の働き2章1節から4節のところ、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。ユダヤ教の収穫をお祝いする五旬節という日に、弟子たちは一つのところに集まってました。すると突然激しい風が吹いて、大きな音とともに火のような燃える舌が現れたんです。そして弟子たちは自分でも知らない他国の言語で話し出したんですね。使徒の働き2章6節12節14節のところ、子供の音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。人々は皆驚き惑って、互いに一体これはどうしたことかと言った。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。
あまりにも激しい音がするので、たくさんの人が集まりました。すると弟子たちが他国の言葉で話すのを見て、これはどうしたことかと非常に驚きました。すると弟子のうちの一人のペテロが立って語ったんですね。使徒の働き2章22節から24節36節のところ、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロはイエス・キリストが神の子であるのに民衆が十字架につけて殺したことを指摘したんですね。使徒の働き2章37節から39節のところ、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。これを聞いた民衆はどうしたらいいかわからなくなりました。そこでペテロは言いました。悔い改めてイエスの名によってバプテスマを受けなさい。バプテスマというのはキリスト教信者になるための儀式なんですけれども、それを受けることによって罪を許していただきなさい、こう言ったんですね。この日から弟子たちは聖霊によって力を受けてイエス・キリストのことを全世界に述べ伝えました。はい、ということで今日はペンテコステ聖霊降臨について話しました。まだ続きはあります。続きがあるので皆さんぜひとも次の動画も見てください。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ、ありがとう。